愛するひなげしごきげんよう、マテ姫シェリです。まずはですね、クラウドファンディング 80% 超えました。ありがとうございます。あと3日最後まで活動報告更新していきますので、皆さんぜひぜひご協力拡散よろしくお願いいたします。今日はですね、まあ、なんてことのない Vlog なんですけど、マテ姫がね今日買い物をして買ったものをねちょっと紹介しようかなと思ってます。まずこちら、いちご新聞の2月号、毎月10日に出てるんですけど、ちょっと今回ね買うのを忘れてて滑り込みでゲットしました。あと1週間ぐらいで新しい号が出ちゃうから、本当に滑り込みセーフという感じですね。表紙はポチャッコ、最近ポチャッコ押されてますよね。結構前からいるキャラクターなんだけどね。いちご新聞ね200円ぐらいなんですけど、毎回すっごい付録が豪華なんですよ。今回の付録がこちら、マイメロとクロミちゃんのドリームミラーでした。これいろんな種類あったんだけど、やっぱりマテ姫はマイメロを選びました。鏡になってるんだよね。すごくデザインも可愛くて、本当に滑り込みでゲットできてよかったなって思ってます。あとですね、100均のキャンドゥに行ったんですよ。そしたらバレンタインコーナーがあって、そこでもちょっと可愛いねマイメロ見つけました。マイメロのチョコ型です。湯煎したチョコを流してマイメロ型のチョコレート作れるよってやつなんですけど、2種類ありました。使い方はチョコ型として使ってねって感じなんですけど、この型使えばなんか手芸とかもできそうですよね。なんかマイメロモチーフのアクセサリー作ったりもいいかなと思ってます。あと今日マイメロ関係ないんですけど、弾き語り用の楽譜とコード譜を買いました。椎名林檎さんと天野月子さんですね。まあ、最近ギターをね弾き始めて、好きな曲を気持ちよく弾けるようになるところから始めようと思っているので、はい、今ね絶賛いろんな曲をね弾きたいなって思ってた曲を練習してますね。これもなんかの機会でね皆さんの前で弾けるようできたらなっていうのは思ってるので、はい、毎日毎日励んでおります。今日はこれが初めてだったんですけど、ちょっと家にあるマイメログッズとか、お迎えしたマイメログッズとかね、その都度その都度紹介していこうかなと思っておりますので、マイメロ好きの方がいたらね楽しみにしていただけたら嬉しいです。というわけで本日も見ていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さらばじゃ。